アポロ11号が人類初の月面着陸に成功したのが44年、この時は先ほどもご紹介しました通りコーラスグループが花盛り、そこへ森進一さん、大江美奈さんも連続ヒットを飛ばして、夜のムードは嫌が上にも盛り上がっておりました。そこへもう一人、この人が登場して拍車をかけました。西条史郎さんです。男と女の愛は永遠のドラマ、でも切ない別れのひとときはどう演じればいいのでしょうか。どんな言葉も虚しすぎます。夜の銀狐、寂しくないかい、うわべ恋は心隠して踊っていても、ソロクリステラノーチェ信じておくれよ、ソロクリステラノーチェ愛してしくないかい、女としての静かな幸せ欲しくはないかい。泣きたくないかい、一人の部屋の明かりをまさぐる夜更けの時間、ソロクリステラノーチェドレスが泣いてる、ソロクリステラノーチェ唇虚しい、小さなマンションお前のために探しておいたよ、二人で住みたい。